三井住友カードからなんか来ましたよ。税金のなんとかキャンペーン1万円プレゼント。おい、1万円もらえるのかと思って開けてみるとね、なんとね、納税を三井住友を通じてやると、10社に1社。だから10人に1人1万円プレゼントなんだって。いや、これね、ケチ好きて申し訳ないけども、このセンスはちょっと悪いと思うな。10社に1社だったらやらないよ、これ。やらないんじゃないかなぁ。 もうすべての人に2000円の方が良くないか、これ。つうか、1000円か。1000円でもやんないか。うーん、難しいね、これはねなん。これはね、わざわざ今までのフォーマットを変えてこっちでやろうと思わないな。だから最初に振り返さすところは大きなコミッションを与えてもいいんじゃないのインセンティブを。まあ、例えばね、納税額の30%プレゼントみたいなのにすると。そしたら次回からここでやりますよ。で要するに、納税する今までのフォーマットをすげえ変えるのがめんどくさいんですよ。 だから、こうやって10社に1社1万円プレゼントだったら、今までのやつでやりますよってなっちゃうんで、こっちにすげえ替えないといけないでしょ、携帯のなんか乗り換えプランみたいに。だからそこで、ぐーんとね、すごいパワーで引っ張ってこないとなかなかね、やらないと思いますよ、三井住友カード、うん。なかなかないと思う、これは。お疲れそうです。